じゃあ。そうだね。ホナミ、カウントお願い。ホナミ？ごめんね。ちょっとぼーっとしちゃって。ホナミ、練習に集中できてない。多分、昼間の合唱祭の話のせいだろうけど。そっか。合唱祭の話し合い、揉めちゃったんだ。一生懸命やりたいっていう人の気持ちも、他のことに時間を使いたいっていう人の気持ちも、どっちもわかるから。じゃあ行くよ。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、ごめん、一小節飛ばしちゃったみたい。私も今のところは入りがちょっと怪しかった。もう一回やろう。合唱祭の練習が始まったら自主練習もできなくなる。だから世界に来たのにボンミスばっかり。もう一回。また同じところで。これじゃ練習の意味ないな。今日はもう帰ろう。気持ちを切り替えないとまともな練習にならない。あら？お、メイコさん。悪いんだけど、もう帰るところだから。なんで？実はね。半分はまあ、でも最初にホナミから話を聞いた時、ちょっと結構きつい言い方したかもしれない。へえ。ホナミが悩んでるのって怖いからじゃない？どっちかを選ばないことでそっちの意見の人に嫌われるのが怖いんじゃない？言った内容自体は後悔してないんだけどね。中学の時は私が何も言わないで勝手に離れたせいで、ホナミが大変な時に一緒に考えてあげられなかった。でも今は違う。ホナミだって抱え込まずに私たちに相談してくれるようになった。だから今度はちゃんと力になってあげたかった。なのに私、どうしてあんな言い方しかできないんだろう。大丈夫。え？うつ？バレても
ほなみなら怒らないって分かってるくせに。そうね。うす。あ、ありがとう、メイコさん。合唱祭も無事に終わったし、これでバンド練習に集中できる。一花たちが来たら練習について話さないと。ほなみが悩んでるのって怖いからじゃない？どっちかを選ばないことでそっちの意見の人に嫌われるのが怖いんじゃない？前にメイコさんはほなみは分かってくれてるって言ってたけど、うん、やっぱり謝らないと。しほちゃん。あ、ほなみ、ごめん、いるのに気づかなかった。ううん、今来たところだから。隣座ってもいい？あ、うん。さっきチラッと言っちゃったこと聞かれてたかな。しほちゃん、あのね。え、何？私はしほちゃんのことかっこいいと思うよ。え？だから何も謝らなくていいんだよ。ほなみ、やっぱりさっきの聞こえてたんだ。でもこのままじゃ私が嫌だからちゃんと言わせて。ごめん、ほなみ。あんな言い方しかできなくて。しほちゃん。大丈夫。気にしないで。ありがとう。でも今度から本当にもっと気をつけるようにする。やっぱりしほちゃんかっこいいな。でも本当に謝る必要なんてなかったんだよ。だって私、むしろしほちゃんのおかげで頑張れたところあるし。え？それにしほちゃんの言葉が厳しくなるのは、言いづらいけど言わなきゃいけないことをビシッて言ってくれるからだと思うの。見て見ぬふりをしてるけど見ないといけないことをちゃんと見なさいって言ってくれる言葉だからこそ受け止めたくなくて痛い思いをすることもあるけど、でも誰よりも相手のことを真剣に思いやってくれてる言葉でもあって、そのおかげで私は弱い自分と向き合えたよ。ならよかった。それに今回のことで改めて分かったの。ん？何が？自分の意見を主張するのってすごく勇気がいるんだってこと。自分が言ってることは正しいのかなとか、相手に分かってもらえなかったらどうしようとか、もしかしたらそのせいで嫌われることだってあるかもしれないし。あ、そんなこと言ってる時点でダメなんだけど。それなのにしほちゃんはずっと昔から自分の意見をしっかり言ってくれる。だから本当にしほちゃんはかっこいいなって思うの。そっか。でもだからって何でも言っていいとは思えない。だからまあ結局は厳しくなるかもだけど、ちょっと頑張ってみる。しほちゃんのそういうところ好きだよ。もうさきみたいなこと言って。というかさきたち遅いね。私たちで先に食べる？うん、私お腹ペコペコ。じゃあ食べちゃおう。いただきます。